なんか上手くなった気がする。あ、ここに右足入れる。あ、はいはい、意識ここに入れるけど、まあ、実際これぐらいになるみたいな感じで。右足。っていうのと、あと割と2人とも取ってこういう感じで握り替えるんですよ。はい、で一番良くないのは取ってこうやって握り替える人いるんですよ。あ、で上手い人はみんなこうなんですよ。でこれが低くなるほどこうに近づきやすいんで、できれば。こういうイメージの方が早いような。まあその2つはちょっと気になりました。よしけさん OK っす。もうさすがミットじゃないけど、じゃこっち来てもこっち踏み出す意識でいきたいです。あ、確かにまっすぐ来る。おー、こっちですけど、ね、まあ、これなんか握れてなかったけど、こっちで取ったら、僕の場合はですけど、ここでこう取っちゃったらこう行けってことね。そう、それ引き付けて取ってればできる。あ、今良かったですね。強い大きだね。あとできればまあ最後投げ切れるぐらいの、前に乗っかるぐらいのイメージできれば。ああ。まだそれは正直握れるかどうかもあります。いや、下がっちゃってるね。そう、でもそれは結構僕も今は結構良かった。下がったね。ただ握り替えがちょっと難しくなると思うんですよ。その分ちょっと早く投げれるんで、あ、そこに自分が合わせられるかみたいな。これはミットがすごい。あ、今は良かった。なんか少年野球のとこは届くから気持ちがいい。あ、ちょっと下がった。さっきの前の前が良かった。やっぱもう体が勝手に動いちゃう。お、ピュッときた。マシになってる。マシに。マシっていうかいいです。むずい。また勢いだ。
もやっぱりこっち行っちゃってますね、中西さん、こっち今のあれだった、今のね、確かに一番古い位置見てない、あー今やっぱ一番スタンダードなポイントですね。なるほど、それぐらいで OK です。例えば自分実際はもうこの辺に来るんですよ、自分は違う、実際はいいんですけど、ここ意識のここの場合はこう残るんで、前側に、はいはいはい、流れると結構甘くなっちゃう。むずい。意識のしてる場合って。球がいいな。肩が強い。ちょっとずるいですよね。よっしゃの目線と。あ、やっぱり若干こっち行ってますね。流れた。流れたな今。イメージはちょっと近くなってる。だったらやっぱヨスケ君の頭いくぐらいじゃない、まあ、もっと低くていいでしょ、じゃない、そうでもここで慣れちゃうと、ここで慣れてたら誰ですか、こっち行ってる、今の行っちゃった、そろそろ下がった方がいいんじゃないですか、いやー、いきなりあんなとこなんのか、遠いな、半分で、半分で半分あれでも遠いよ、これまだ半分ですか、半分あ本当だ、近いな、結構、あでもちょっときつい、近いな、まだでもきついまだ近い、早いよ。下田さんが蹴ったのがいいじゃない。早いよ。下田さんが蹴ったのがいいじゃない。ちょっと低めだった時に、はいはいはい、体が早めにこう取り行っちゃうとこんな感じなんですよ。はいはいはい。そうするとやっぱ絶対こうなるんですよ。だから今僕下がっちゃうのね。低めだったらこのまま待ってなるべくこの辺で取って、はいはい、でここからこういう。入るまで待てってことね。そうだ、もうその方が絶対早い。迎えに行っちゃダメなのね。まだそれあれ。こっちは結構待って一気にグッとこう。あれ誰が言ってたっけそれ。谷重海。なんか。だからその場合は待ちすぎればやっぱどうしてもこっちには出ないんで。これでもグッといければいいかなって思う、はいはい、ね。カテン好きだわ、だからほとんどだってステップちょだけでビューッと、それが高めとか、はい、外めきたら前に結構踏み出しやすかったりしますけど、あ早い早い、あとは握れるか、まあ、ちょっとで握れなかったらグッと握って下にバンってやればポンポンみたいな、あ多分さっきの僕のもコースだってればさせるんですよ、あれぐらいのバンバンなら、だ握れれば指かけて、握れなかったらもうギュッと握りしめて、もうワンバンでいいやみたいな。あなるほどね。お。今のが多分正規だったらちょうどいいぐらいだ。はい。あでも結構形は良かった。うっそー。ちょっと。ちょっと近づいては来た気がするんだけどな、あとは何だろう、行きましょう、行きましょう、きついな、これぐらいになった方が引っ掛けてもちょうどいいワンパンな、いや一気に遠いわ、おーだそう、いやーすごいな、いいな、下田さんキャッチャー説辛い、あれはどうすか、いやここでやっぱここが入んないとちょっと弱くない、体開いてますか、ちょっと開いてますか、そうだからやっぱここでこうしっかり持ってこれるから、ダメ、最悪ちょっとワンテンポ入っても強く投げれたら、ね、
ては見てたけど、待ってこう。すごいじゃん。やばいじゃん。キャッチャー説。僕肩手術したんで。改造してある、改造してある。ずるい。でもだいぶステップの方向は良くなってますね。改造してある。うわ。ちょっと一回。ヨウキ君の頭めがけてるよ。そんなことしてますよ、それ。でもやっぱり気づかないなら、もう思いっきり早くワンマン叩きつけたら、立つ時間がしやすい。普通に投げて届く自信ないもん。これぐらいの方が立つはしやすいですね。まあ、今のことだと。それなりのスピードで行くんで。逆になんかわざとこっちで離して引っ掛けるぐらいのイメージだったら行ったりしません？要するに引っ掛けると左流れちゃうじゃないですか、はい、だからここら辺でイメージ引っ掛けてゴロゴロって引っ掛けるはよくわかんないけど、ああ、まあ、今のだと結構タッチしんどいですよ。あだから届かなそうな握りとかだったら叩きつけると結構タッチしやすい。僕はちょっとこの辺取りすぎ、もうちょっとこう持ってった方がいいってことって、ちょっと見てていいですか。OK、引っ掛けちゃって叩きつける。はい、オッケー。これだったら結構アウトですね。ああ、今ぐらい。でも下に叩きつけんならもうちょっと強く放れたらいいです、ね。はいはいはい。なんか引っ掛けていいじゃないですか、下って。あだから思いっきり投げちゃうみたいな。はいはい、狙わないかな。ストライクに行かないよ。もうちょっと強い。確かに、でも後ろは速い。引っ掛けるのを前提でやってるから。そう。叩くの前提だったら速くできる。今ちょっと最初が開いちゃったな。まあでも、あの開かないと取れないコースもあるから難しいですけど。ちょっとインクルとやっぱこうなってる。うん。むずいな。だから結構こういう感じ。これがこうならないで、体、はい、上半身そのままで1個だけこっち行って、パーンと。結構もうその時はインの時は引きつけなくていいです。あ、ちょっとしてます。半歩ぐらい。寿司部で投げる。寿司部。余計やりにくい。超やりにくい。こう通らないと。垂れる系はやりづらい。いや、寿司部はやりづらいよ。お。おお。取りに行ってない？取りに行った。じゃあちょっと一旦僕全部7割ぐらい投げて、それでいい感じにできてれば同じような感じで。あでもこれは結構可能性あります。こういう独特なレーション楽しいっすね。取りっちゃうんですよ。はあはあ、そうすると下を絶対消えるんですよ。なるべく遅いんだ。下げないみたいな。で耳に持っているみたいな。ビビってんのもありますよね。わかります？いやでも今のは形結構良かった。イメージ良かった。僕ビビってんだよ。要するにこうビビって下げちゃって。取りいっちゃってるんですよね。下がったね。今銃弾に撃たれてました。下がったね。ただ取れてんだよね。ビビってないおじさんだった。ハードルだよ。
ただボールに負けたことなの。ああそうか、取るところから気をつけないとダメだね。あ、そうだからしっかりパシって取れないと持ってこれないです。ビビりが入ってるよね。ビビって下げちゃってるんですよ、ビビって。ちょっとでもまだかなんかミットと手が連携しきってない感あります。ちょっと遊んでないですかこの辺で。ちょっと遊んでるんですよ。まずパシッと取る。だからそれはただミットがどれだけ慣れるかなんで。ダメ。よっしゃラスト。やっぱ遠くなったら全然ちゃんと飛ばなくなった。どんどんでもいいんだよ。少年野球からスタートだ。ちょっと気持ちいい。で最後取ってるのが、ワンテンポ入ってくるんだよな。なるほど。こうね。ここでこう負けずにバシッと持ってきたいな。バシッ、バシッ。ラスト。先生。ハーフなんだ。これは下で。それでもちょっと。先生、おお、変化球は自分がやっぱ浮かないことっすね。でも楽しかった。ブロッキングやりたいんだそうで。とりあえず一回止めとこう。いいね、じゃあ。僕もピッチャーやりたい。